11レースの発走でございます。5秒を切ります。スタートまでは3秒前。スーパースタートライアル2回戦11レーススタートしました。インコースから永井がスタートを決めていきました。さらには佐藤真也、センターから篠原敦史、青山スタートはいけませんでした。外から中村も上々なポジションですが、少し前が壁になった。内側から青山が篠原を捉えて、さらには佐藤真也の因果を狙っています。ホールショットは永井大輔、永井が棋戦を制しました。2番手佐藤真也、青山の強襲を食い止めて佐藤真也が2番手の位置であります。そして3番手に青山の姿があります。先頭は永井、大佐藤真也が負けない足色、そして青山周平が佐藤真也の内を狙いますが、いかんせん前がつながっております。さあこの位置を守ることができるか。佐藤真也2番手の位置、先頭は1番の永井大輔。初戦は6着大敗でありました。今日が正念場と話していた永井が逃走態勢を作っています。2番手佐藤真也、そして3番手大青山がまとめて捉えた。3コーナー一気にまとめて貫通しました。仕掛けを試みた青山周平が先頭に上がりました。逃げ切るスピードはないのか。永井は2番手の位置であります。3番手佐藤真也、4番手に篠原敦史、そして荒尾聡が5番手の位置。なんと中村は最後尾、8番手に甘んじる格好になりました。3番の青山がやはり道中戦抜け出しまして、レースの主導権を握っています。永井大輔、この位置は守れるのか。3番手から佐藤真也、足色では決して永井には負けないものがあります。さあ2番手争いは1番の永井に佐藤真也、ワンチャンスあるかというレースの中盤戦です。4コーナーを立ち上がると周回番は残り周回3周を示しています。さあここで永井の内を佐藤真也が指していく。永井はどうした、永井はどうした。3番手に交代しています。さらには篠原、荒尾というところが1番の永井を捉えにかかっている。いつもの強い敵の永井の姿はここにはありません。4コーナーを立ち上がりまして、今度は荒尾が3番手を攻めに行こうとしています。残りは2周回、先頭は青山周平であります。2番手には2年連続のファイナルを目指して佐藤真也であります。3番手は篠原敦史、荒尾が4番手から猛チャージであります。さあタイガン並ぶのか、タイガン並ぶのか。浦田慎介も永井を捉えた。なんと永井はずるずる6番手あたりまで下がる勢いであります。さあ3番手争いは篠原がわずかに優位に運んでおります。外から荒尾聡、さあ渾身のまくり。最後のコーナーでは篠原を荒尾がまくり切った、まくり切った。先頭は青山周平、ゴールイン。払い戻し金です。2連勝短式、3番2番1270円、6番人気。2連勝複式、2と3の組940円、4番人気。3連勝短式、3番2番8番